皆さんどうもこんにちは、ビジネス塾の翔です。今回の動画では井上和孝さんの著書深い集中の解説をもとに、日常やビジネスに役立つ情報をお伝えいたします。人間は金魚以下である。一つの物事に対して金魚は9秒間集中することができるのに対して、人間は8秒間しか集中することができない。これはマイクロソフト社のカナダの研究チームが2015年に発表した研究結果です。現代人は様々な要因から集中力が奪われています。そして集中力とは、あなたの人生の幸福度に大きな影響を及ぼします。だからこそ、この現代で幸せに生きていたいと思うのであれば、深い集中を取り戻すこと、その方法を知ることが必要不可欠なんです。そして今回の動画では、書籍の内容をもとに、その深い集中を取り戻すための知識を皆様にお届けいたします。知識をつけて、まずは金魚以上の集中力を取り戻しましょう。では今回の動画の内容です。今回の動画は第1部、深い集中の必要性、第2部、集中を取り戻す3つのキーワード、第3部、集中力を取り戻す、このような流れで情報をお届けいたしますので、ぜひ最後までお楽しみください。このチャンネルではこのように、書籍の内容をもとに、日常やビジネスに役立つ情報をお伝えしておりますので、ぜひチャンネル登録お願いいたします。では、まずは今回の動画の第1部である、深い集中の必要性に関してお伝えいたします。ちなみに皆様は、なぜ今の時代を生きていく上で集中力があなたの人生の幸福度に大きな影響を及ぼすんだと思いますか？ちなみにこの理由は大きく2つあり、その2つの理由とは、1、あらゆる物事において集中力を発揮すればパフォーマンスレベルが高くなり、より良い結果を手にすることができる。2、集中すること自体が人間の幸福度に影響する。この二つの理由です。というのも、皆様は時間を忘れるほど何かに没頭し集中する。このようなフロー状態が人間の第三の幸福と言われていることはご存知でしょうか？ちなみに人間の第一の幸福、第二の幸福とは意義と快楽です。意義があることをなすことで幸福感を感じる。快楽を感じることで幸福感を感じる。これはおそらく簡単にイメージできると思いますが、実は深い集中状態とは、この2つの幸福に続く第3の幸福であるということが、集中力に関して有名な心理学者であるミハイ・チクセントミハイの研究で明らかになった明確な根拠のある事実なんです。世の中の多くの人たちは、何かしらの目標達成、目的実現のために集中力を発揮しようとします。ただ実は、集中すること、そのこと自体に人間の感じる幸福は隠れているんです。子供の頃、時間を忘れるほど没頭して遊んだ記憶をお持ちではないでしょうか。大人になってからも、自分の趣味に関して時間を忘れるほど集中した時間を過ごしたことがあるのではないでしょうか。実はこの集中状態こそが、自分の人生をより豊かに、より幸せにしてくれる状態なんです。だからこそ、集中力とは人生の幸福度の大きく影響する力なんです。これが今回の動画の第1部の内容です。では続いて、集中力が人生をより幸福にしてくれる力であるということを押さえていただいた上で、今回の動画の第2部では、集中力を取り戻す3つのキーワードに関してお伝えしていきます。そしてここではまず、結論として、集中を取り戻す3つのキーワードとは一体何なのかという内容をお伝えすると、集中を取り戻す3つのキーワードとは、1、集中力の要素分解、2、3つの脳の切り替え、3、時間管理の基本戦略、この3つです。どういうことなのか、それぞれお伝えしていきます。まず集中力の要素分解に関しては、集中というものを細かく分解して考えてみましょうというもので、集中力とは細かく分解すると
立ち上げ速度、深さ、持続力、この3つに分解することができます。どれだけ早く集中モードに入ることができ、集中し始めたらどれだけ深く集中することができ、その集中状態をどれほどの時間持続することができるのか、これが集中力の因数分解という考え方であり、深い集中状態を取り戻すために大切な考え方です。そして次に3つの脳の切り替えに関しては、脳の3つのモードであるデフォルトモードネットワーク、サイエンスネットワーク、セントラルエグゼクティブネットワーク、この3つのモードを切り替えて深い集中状態を手に入れましょうという考えです。ちなみにデフォルトモードネットワークとは直感の脳と言われており、自分に関連する問題や過去について考えるときに活躍する脳のこと。セントラルエグゼクティブネットワークとは理性の脳と言われており、目標に向かって計画を立てたり集中するときに活躍する脳のこと。サイエンスネットワークとは大局観の脳と言われており、先にお伝えした2つ、直感の脳と理性の脳を切り替える脳のことです。そして深い集中状態を取り戻すには、この3つの脳を切り替えながら生活をすることが重要であるということを押さえておくといいでしょう。続いて時間管理の基本戦略に関してですが、これはワーク、セルフ、リレーション、この3つの時間管理を徹底して行いましょうというものです。ちなみにワークに関しては仕事時間、セルフとは自分一人の時間、そしてリレーションとは家族や友人などと過ごす時間のことです。ちなみにコロナウイルスの影響により在宅ワークが増えた現代では、この3つの時間の時間管理があやふやになってしまい、精神的に疲労し集中状態を作ることが難しいという人も増えています。自宅にいてもどこにいても、このワーク、セルフ、リレーション、この3つの時間を意識して時間管理を行うようにしていきましょう。改めてお伝えします。集中力を取り戻すための3つのキーワードは次の3つ。 1. 集中力の要素分解、 2. 3つの脳の切り替え、 3. 時間管理の基本戦略。このような内容で、集中力の要素分解とは集中力を立ち上げ速度、深さ、持続力の3つに分けて考えること。3つの脳の切り替えの3つの脳とは、直感の脳、理性の脳、大局観の脳の3つのこと。そして時間管理の基本戦略とは、自分の時間を過ごすとき、ワーク、セルフ、リレーションの3つの時間に切り分けて管理をする考えのことです。これが今回の動画の第2部の内容です。では続いて、この内容を押さえていただいた上で、今回の動画の第3部、集中力を取り戻すに関してお伝えしていきます。ちなみにここでは、どのようにすれば深い集中状態を取り戻すことができるのかという具体的な方法を合計5つお伝えいたしますので、ぜひ1つだけでもいいので実践していただければと思います。ではいきます。集中力を取り戻すための5つの方法がこちら。 1. 姿勢を変える。 2. 取り掛かりの行動を簡略化。 3. 仕事の入り口と出口を作る。 4. 一人時間を予約する。 5. 迷う時間と迷わず進める時間を切り分ける。このような内容です。まず一つ目の姿勢を変えるに関しては、作業を行う際と何かアイディアを考えたりする際の姿勢を切り替えるようにしましょうという内容で、例えば集中して作業を行う際は、椅子の背もたれに背中が触れることのないように前のめりの姿勢、そしてやるべきタスク以外のものが視界に入らない状態。逆にアイディアを思い浮かべる際は、背もたれにもたれて少し上を見上げる。このようなイメージで、仕事の内容や使う脳によって姿勢を変えるという内容です。次に2つ目の取り掛かりの行動を簡略化に関しては、自分の仕事を細分化し、やるべき行動をとにかく簡単にしておくという内容で、集中モードに入るスピードを高める工夫です。そして3つ目の仕事の入り口と出口を作るに関しては、仕事モードに入る際は家にいたとしてもジャケットを着る、そして終わったらジャケットを脱ぐなど、自分なりの仕事を始める際、そして仕事を終える際のルーティーンを決めるという方法。
続いて4つ目の一人時間を予約するに関しては、自分の仕事に関して直感、論理、作業の3つに分けて、どの時間帯でどの仕事を行うと事前に決めておくというものです。基本的に人の集中力とは、事前に何時からどの脳を使った集中状態に入るということを決め、同じ脳を使い続けるような無理なスケジュールを組まなければ、かなり長時間高い集中力を発揮し続けることが可能です。だからこそ直感の脳を使う時間、論理の脳を使う時間、そしてその2つのどちらの脳も使う必要がないような簡単な作業、要は対極間の脳を使う時間、この3つの時間を事前にバランスよく振り分けてスケジューリングを行っておくといいでしょう。そうすればあなたの集中力は深さと持続力が圧倒的に高まります。そして5つ目の迷う時間と迷わず進める時間を切り分けるに関しては、何か仕事をしているとこの方法で本当にいいのか、この方向性でいいのかなど迷いが生じる場合がありますが、その際は悩みを抱えたまま進めるのではなく、今から何分間は集中して迷ってみよう、今から何分間は調べ物に集中しよう、人に聞くことに集中しよう、このように迷う時間と迷わずに進める時間を切り分けて考えましょうというものです。そしてそのためにも自分なりのポモロードを見つけておくことも非常に大切です。ちなみに自分なりのポモロードとは、時間分割によって作業効率を高めるタイムマネジメントのことで、例えば25分間の集中状態と5分間の休憩、これを1サイクルとして考えて時間管理を行う、このような考え方のことです。この時間管理を行うことで休憩の際に悩んでみる、そして悩みが生じたら少しタイムスケジュールを修正して迷う時間を入れ込むなどの方法を取っていきましょう。改めてお伝えします。今回の動画の第3部では、1、姿勢を変える、2、取り掛かりの行動を簡略化、3、仕事の入り口と出口を作る、4、一人時間を予約する、5、迷う時間と迷わず進める時間を切り分けるという5つの方法をお伝えいたしました。集中して様々な作業効率を高めたり、手に入れたい結果を手に入れるとともに、深い集中状態、フロー状態に入ること自体の幸福感を感じて、自分自身の人生をより幸福なものにしていきましょう。いかがでしたか？今回の動画を見て少しでも面白そうだと思われた方は、ぜひ書籍をご一読ください。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。